はい、今回の動画は秋葉原にある謎の自販機群に行ってきたので、紹介をしたいと思います。まあ、東京にあるですね、ちょっと怖いディープスポットの紹介です。その自販機群があるのは、東京の秋葉原です。電気街やオタク、メイドの街として、多くの、観光客が訪れる場所です。その自販機群があるのは、JR の秋葉原駅からも、すぐ近くの場所です。まず駅を、東京方面の方に出ますと。そして、万世橋という橋を渡ると肉の万世、秋葉原本店があるので、その裏に、その自販機群はあります。こちらを、Google マップで見てみると、ショッピングモールと書かれてあります。そんないいもんではありません。はい、このように、万世橋を渡ると肉の万世が見えてきます。その裏ですね、見えてきました。この黄色い看板が、見えている場所が、謎の自販機群です。はい、こちらがその自販機群です。見た目はかなり古そうで、汚そうに見えます。ここまでなら、ちょっと古いだけの自販機群に思えるかもしれません。しかし、近づくとその異様さがわかります。そこには、黄色い板に怖い言葉が書かれてあります。赤い文字で、警告、ここはトイレではありません。大便や小便をする人は男女に関係なく顔、股間の写真、動画、映像を永久に公開しますと、このような怖い、警告文が書かれてあります。公開されることも怖いですが、この場所で大便や小便をする人がいるということも、非常に怖いです。いきなり、少し、怖いですが、中に入ってみましょう。中には結構な数の自販機があります。しかし、一つ一つの自販機にも異様な、言葉が書かれた、ビニールテープが大量に貼られています。その中でも特に怖いのがこちらの言葉です。いたずらや落書きをすると指を20本切り落とすと、書かれています。まずはこちらはですね、タバコを吸ったら5250円、払わなければ、ならないそうです。250円っていうのは消費税でしょうか。まだ 5% の頃に、書かれたのではないかと推測できます。他にもこのように不安を煽るような言葉が、書かれてあります。そして、自販機で販売されているものも、統一感がなく、いろんなものが多いです。こちらには普通のジュースもありますが、その中におでんやお菓子など、ごちゃ混ぜになって販売されています。下を見るとなぜかゴムボールも売られています。焼き鳥や缶詰のみかんなども見えます。こちらではミニ人参と、カブトムシのフィギュアが売られています。でこちら新幹線のフィギュアと、昭和の切符が売られています。しかし売ってあるものは、ほとんどが売り切れています。そしてさらに謎のものも売られています。それがこちらの白い箱です。ただの白い箱ですが、何が入っているのか分かりません。怪しい物が入っているような、そんな、雰囲気がします。そしてそこにも謎の文章が書かれています。こちら読んでみると、女とホテルについて、これを使ってと渡されたコンドームの先が全部ハサミで切られているのを見ると恐怖の不明です。スケベースに座って、考えて逃げてくる。最後に女に大人のおもちゃを買ってやるというような謎の作文でしょうか、文章が書かれています。これも箱によってそれぞれ文章が違います。もしかするとこれは何かの暗号になっていて、分かる人が読めばその中身が分かる、というふうな、ことになっているのかもしれません。僕はちょっと買う勇気がなかったので買いませんでしたが、ぜひ、勇気のある方は、買ってみてください。はい、今回は東京にあるちょっと怖いディープスポットを紹介いたしました。
秋葉原駅からも、すぐ近いので、ぜひ秋葉原に行った際にはね、この場所にも、立ち寄ってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございました。ぜひね、よかったと思ったらチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いいたします。また各種 SNS のフォローなどもお願いいたします。アートなスマホケースなども販売しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。はい、ありがとうございました。